FM。ワクワクしてる？皆さん、ワクワクしてますか？生きていればトラブルはつきもので、思い通りにはなかなかいきませんが、どうせやらなきゃならないことなら何でもいやいやするんじゃなくって、ワクワクしながらやっちゃえばきっと楽しくなるんじゃないですか。そんなワクワクできる考え方を、大分県で一番ポジティブな社長と一緒に考える番組です。吉井清松のワクワク土曜日、始まります。大分県で一番ポジティブな社長、吉井清松です。せーの、いいね。皆さん、こんにちは。アシスタントのチャココと佐々木いさこです。今週も始まりました、吉井清松のワクワク土曜日。皆さん、1週間お疲れ様でした。この番組では冒頭に、吉井清松に会える日をご紹介します。そして、吉井清松のちょっとだけいい話、さらにゲストをお招きしてのスペシャルトーク、清松社長の幅広い交友関係の中から毎回一組の方に来ていただき、清松社長との関係やゲストの方が今取り組んでいることなどをお話しいただき、番組で応援ができればと思っています。番組後半では清松社長が書かれている物語をお送りします。では、社長に会える日です。はい、11月1日、金曜日の月謝の朝礼、はい、ぜひ皆さん来ていただければありがたいなというふうに思います。で、もうそろそろ選挙がありそうなんですよね、はい、10月27日投開票ということですので、はい、皆さん本当選挙行きましょうね、はい、絶対行かなければいけないと思います、はい、で、なんでかって、なんで行かなければいけないか、例えば20代若者が、選挙離れ、なかなか選挙に行かないじゃないですか、うんうん、何が起きるかっていうと、選挙に行った人、行かなかった人って全部統計が出るんですよ、はい、だから60代男性なんてのは 80% 投票行くわけじゃないですか、うん、はい、20代男性 20% しか投票行かないわけです、うんうんうん、でその結果をみんな知ってるわけですよ、ね、政治をやる人はどちらの方を向いて政治やりますかって、うんうん、やっぱり 80% の人が投票する、60代のために、政治を行うわけじゃないですか、で20代の人切り捨てられていく、うん、そんなことにならないように、20代の人誰に投票していいか分からなかったら、白票でもいいから、行って投票するって、はい、そういうふうに、20代の人たちもこう、政治に参加してますよっていう姿勢ぐらい見せないと、どんどん若者は切り捨てられていきますよっていうことを僕どうしても言いたいんですよ。そうですね、だからぜひ、絶対に選挙だけは行ってください。選挙権ある限り選挙行ってください、はい、でないと本当に、今若い人たちどんどん政治から切り捨てられていきますっていうことを僕心配してます、うん、27日だけじゃなくて期日前投票をしておりますからね。そうですよね、いつでもいいんで、とにかく期日前でも何でもいいんで、はい、投票しましたっていうところにちゃんと丸がつくように、そういう投票行動を起こしたら、はい、あなたのための政治ができるかもしれませんので、はい、ぜひとも、投票には行ってほしいなというふうに思います、はい、お願いします。清松総合鉄工株式会社がお届けするヨッシー清松のワクワク土曜日。やってることならそんなの全部やめちゃえば、ワクワクしながらやればきっと楽しい。本日のゲストを紹介します。本日は宇佐高校3年生の山田理子さんにお越しいただいています。こんにちは、はい、はい、リコちゃんいらっしゃい。お願いします。あのね、リコちゃんね、はい、はい、犬の散歩したりするんですよで最近散歩に、はい、行けなくなってしまったのは指を粉砕骨折してしまって、はいはい、行ってないんだけど、最近は散歩行ってないんだけど、はい、僕朝5時半ぐらいかな散歩に、はいはいはい、いつも犬と一緒に散歩してるんだけど、ね、はあ、その時に必ず走ってる人なんだよね、はい、走ってる人に声かけたんですかそうそう、あれすごいよね、はあ、あれ毎朝ずっと走ってんだ、はい、毎朝5時半ぐらい
ったよね、はい、そうですね、朝練、朝練みたいな感じです。部活ですか？いや、そうですね、部活ですけど、はい、もう自主的に。あ、自主練、はい、5時半ぐらいに会うってことはもう5時ぐらいから走ってってことですか？5時6時ぐらいですかね。あ、なるほどね。あ、僕5時半俺出て、はいはいはい、帰ってくる6時ぐらいの時にすれ違うんだよね、はい、いつ大きいのそうなんですね、はい、ってことは、まあ、あの会社から近いところのね。そうですよ、はあ、もうすぐ近く尾長井っていう、まあ、はい、そういう地区があるんですけどね、うん、あの尾長井の星って言われてるんですよ、はい、え、尾長井の星、うん、本当にね、尾長井の希望の星なんですよね。尾長井ってもうおじいちゃんおばあちゃんばっかりになって最近なってきて、はい、この前池祭りって言ってお祭りがあったんだけど、それ僕らの頃はね、あの、はい、いわゆる子供会がやってたんですよ、うんうん、子供がみんな一緒におみこし担いでたのが、うん、はい、いつの間にかこの前、うちの、うん、うちちょうど真ん中にあるんでいつもうちで休憩されるんですけども、はい、その時見てびっくりしたのは、うん、老人会だったよね、はい、完全におじいちゃんおばあちゃんしかいなくなっちゃって、はい、その中で唯一、うん、はい、あの若い女の子がいるっていうのがリコちゃんなのよね、はい、ああ、そうなんですね、おみこし、はあ、でもあのもう朝練をしてるということで尾長井の星、うん、なんかスポーツ系のでは。そうですよ、はい、実はですね、リコちゃんすごいんだよね、はい、あの日本の女子ボクシングで、はい、この前インターハイで3位だったっけ。はい、そうです、インターハイで3位ね、で、はい、その前は、あの、はい、女子のボクシングで2位になったんだったっけ、はい、あの私の持ってる資料でですね、あの第35回全国高等学校ボクシング選抜大会と JOC ジュニアオリンピックカップボクシング競技大会、こちらの方では成績が準優勝、はい、準優勝、すごいね、決勝で惜しくも判定で敗れたっていう話ですね、佐市長の訪問して、あの、ね、報告会もされたという、はい、まさに尾長井の星ですね。そう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 、草の星ですよね、本当にすごいんだよ、ね、一見あの山田理子ちゃんはあの、ね、すごい細身で、はあ、あの、まあ、締まった体というんでしょうか、うんうん、本当になんかボクシング強いような感じがしないじゃないですか、はあ、オーラはあるんですけども細いのね、うん、なんかこう制服で今日は来ていただいてますけど、そう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 、雰囲気はなんかこうね、可動部みたいな感じ可動部背は身長でも高いですね、身長168あります、はあ、もう、あ、はい、大きいんだ、はい、大きいしスタイル良くてモデルさんのような ね、そうだよね、人気ですけど、お名前も可愛いんですよ、そうそうそう、リコちゃんって漢字にすると、はい、月にことで、はい、月にことって書いて、どうしてリコって読むのみたいな話してたら、はい、あのうちの兄弟みんなそうなんですって、ね、はい、お兄さんもすごいんですよね、はい、海辺で昭和です、うん、はい、これどういう意味なんですかね、うん、はなんかサーフィンのショアブレイクみたいなやつの、うん、多分名前から取ってます、うん、そしてお姉ちゃん、お姉ちゃんすごいよね、お姉ちゃんが天使でマリアです、かっこいいかっこいい、天使って名前に天使ってついてる名前なんて俺見たことないけど、ね、ね、素晴らしい、そしてリコちゃん、うん、リコちゃんはどういう好きにことというの、お母さんが月っていう、うん、あの文字をつけたくて、はい、でそれで月金っていう漢字が見つかって、はい、綺麗、うん、でリコはスペイン語で可愛いっていう意味だったと思います、はい、もう漢字の読みとか全然関係ない、はい、関係ないです、好きなこと2つくっつけたみたいな、はい、お母さん関係ないですね、私あのこの方のリコちゃんのお兄ちゃんと、うん、あの私の息子が同級生で、あ、そうなんだ、はい、それでご縁があるんですけど、お母さんもお父さんも本当に美男美女で、もう入学式の時からもうお父さんが特に外国人みたいな、身長が、はい、背高いですね、ね、180以上あって、もう俳優さんのような素敵な方で、私もあの入学式の時実は見とれてたんですよ、そんなこと言うとあれですけど、あの本当に素敵なあのご夫婦で、ね、リコちゃん、そしてあの、ね、あの3兄弟とも本当に素晴らしいんですけど、実際でもボクシングするきっかけっていうのは、きっかけは、はあ、もう家の隣がジムなので、はい、まあ、それもありますし、家の隣がジムっていうのはあのご自宅でされていた、そうです、そうです、あ、お父さんがボクシングやってたの、はい、あ、お父さんボクシング実はしてないんですよ、はい、へ、はい、中津に
あの、はい、ジムがあるんですけど、うん、そこでしてて、うん、で会長さんから、はい、あのウサでやらないかってことで、はい、はい、始めたみたいです。あ、じゃあボクシング経験はしているけどボクシングはそうです、プロとかではなかったです。あ、じゃあトレーナーとかは、トレーナーは、はい、もうしたことないと思います。え、そうなんですね。その中でじゃあ、まあ、あの中津に通いながらリコちゃんはあ、ね、っていうことではないんですか、はい、ボクシングジムはその隣 で、 そのそでお父さんが作ったジムで、はい、そうです。え、自己流、そうです、自己流自己流でそんな、そういうことか。それなりにこうプロの指導とかそんなんじゃないんだ。じゃないです。お父さんすごいですね、はい、お父さんでも指導したんでしょ。そうです。すごいんですけど、はい、兄弟皆さんはボクシングされてた。してました。その影響もあります。じゃあまずその天使と書いてマリアさん、はい、もじゃもうリコちゃんも小さい頃から。そうです、はい、遊びにずっと行ってました。邪魔をしに、はい、あなるほどね。3兄弟とも今ボクシングの方はじゃあされている。お姉ちゃんはもう、はい、あの家庭があるので家族が、はい、いるので、うんうん、でも お兄ちゃんの方は、はい、いつもスパーリングパートナーで、はい、してくれている。してくれてます。お兄ちゃんもかっこいいんですよ。そうなの。私の家によく遊びに来てくれてます。同級生なんでね、息子が。いやでもあのもう本当に輝かしい経歴をリコちゃん持ってますね。もうボクシング歴はだから結局小さい頃からしていて、うん、はい、もう多分10年くらいになると思う。小学校3年生から、はい、今高校3年生。はい、そうです。いや、中学1年生の時にアンダージュニアで全国優勝してるんですよ、はい、もう3年生から中学1年生ってもう4年ぐらいしか経ってないけど、はい、もうそこで全国優勝、はい、そして JCL ジュニアチャンピオンリーグのチャンピオンと東京墨田区の体育館で統一戦をして優勝してるんですよ。はい、すごいね。いや、あの JCL ってあの、はい、プロボクシング団体のチャンピオン。あ、そうです、はい、もうこの落ち着き払ったり、そうそうそう、ね、で女子にプロはない、はい、女子にプロはあります。あるのやっぱり、はい、あります、うん、あ、はい、それもやっぱり狙ってる感じ。いや、プロは目指さないでオリンピック。ああ、なるほど、はい、なるほど。オリンピック4年後。4年後です。そうですね、はい、じゃあ今高校3年生だから大学に行ってボクシングをやって、はいはい、そうです。もう大学も決まってんの。決まってます。え、どこに行くの。東洋大学に、うん、おお、はい、東洋バンタム級チャンピオンやねんけど、はい、東洋大学。東洋大学に、すごい、はい、すごいですね。まあでも本当にあの高校でもね、インターハイ先ほど3位でしょ、で選抜大会では全国ね、はい、2位、全日本選手権も2位ということで、はい、いやー、ちょっとでも怪我とかやはりこう、はい、苦しんだりする選手もいるじゃないですか、はいはいはい、リコちゃんはこう、はい、今までにこうちょっと挫折しかかったこととかないんですか。怪我は特にないですね。うーん、はい、どんな練習とかどんな体力作りをしてるんですか。やっぱり朝夕、うん、の走りは絶対欠かさないですし、はい、はあと、まあ、ボクシング以外でも筋トレも、はい、頑張ってます、はい、最近は。昔の明日のジョーとか頑張れ元気とかですね。そうそうそう、みんな走り込みしてます。走りがもう、やっぱり走り、やっぱそれはスタミナをつけるということですか。そうです、はい、どれぐらい走るんですか。朝夕5キロ朝5キロ、うん、夕方5キロです、はい、でその間に学校行ってお勉強して、はい、部活という部活はじゃあもう家に帰ってすぐ、はい、そうです、はい、練習して、はい、ってことですね。減量って大変。やっぱり大変です。今何級になるんですか。今はバンタムで今回出たんですけど、うん、はい、本当はフライ級なんですよ。ああ、はい、そうでしょうね、はい、うん、1個下の階級、はいはい、細いですよね、うん、そこまで痩せんといけないわけ。そうですね、はい、何キロになるわけそれって。51キロですフライ級は。あ、51キロまで絞らんと本当は いけなかったんだ。あ、そうです、はい、あでもインターハイ3階級しかなくて、うん、あ、なるほど、はい、ライトフライとバンタムとライトしかなかったんで、うんうん、ライトフライまで去年は落とせたんですけど、うん、もう今年はきつくて落とせなかった。ライトフライって何キロですか。48です。うわ、48キロぐらいに見えるんですけどね、はい、見た目は。ただ身長があるので、だからちょっと厳しいなっていうのはありますよね、はい、うん、準優勝の選抜の時は48まで落としたんですけど、はい、もう壮絶で、はい、食事とかを抜いてもう抜きますし、はい、学校帰り、あの学校の近くから家まで走って帰ってました、うん、
宇佐港から、はい、宇佐港からって結構遠くない、はい、お父さんが着替え持ってきてくれてもう着込んで8キロぐらいありますね。8キロを走って帰る、はい、もうそこの可愛い制服じゃなくて、はい、それでももう汗かけないぐらい本当に絞ってました、はあ、汗も出ない絞って、はい、汗も出ないです。水分がない、水も飲まないわけ、はい、もう飲めないですね、水はすぐ増えるんで、私も水抜こう。そう、でもそれってこの夏、暑い夏とか、はい、それはでもでも夏とかの方が楽ですね。楽なんですか。楽です、もう着込んだらすぐ汗出てくれるんで。脱水にはならないんですか。一回なりかけたことあります、うんうん、もうあの、うん、もう目の焦点が合わなかったり、でも、はい、まあ次の日ちゃんと学校行きましたけど、もうやっぱ基本がね、もうずっと小学生からできてる。じゃあ今高校3年生で、はい、まあ、4年間、東洋大学でボクシングをやって、はい、4年目、4年の時にオリンピックに行ってみたいな、はい、サンフランシスコだったっけ今度、ロスです、ロス、はい、ロサンゼルス、はい、あ、ロス五輪か、いいな、はい、あ、その時なんか一緒にこう応援に行こうか、はい、ね、いいですね、お金貯めますね。でもその時はもうバンタム級で出ようと思ってます。そうですね、はい、あのオリンピック階級が、はい、あの、はい、年によって違うんで、はい、そうですね、バンタムあったらバンタムとか、まあ、そこら辺付近で出たいですね、はい、もう背は大きくなってないの、止まったの、いや伸びてるんですよ、はい、じゃあもうそれはそれでまた大変だよね、はいはい、大変です。大変だけど、まあ、世界と戦うってなったらやっぱり身長もいるんじゃないですか、まあ、でもそうですね、はい、170欲しいです。そうですね、はい、あと2センチ、ねはい、伸ばしながらリーチとかやっぱり長いの。はい、そうですね、あのリーチの方が長いです、うん、身長より、あ、はい、あ、そういうことなんだ、はいはい、え、リーチって腕の長さ、腕の長さからこっちまで測った時に、あ、でも確かに今手を伸ばすと長いですね、はい、やっぱりスパーリングとかしてたら伸びるんですかね。あ、でもすごいやりにくいって言われます、はい、手が長いから。そうよね、うん、だって相手の方がじゃあリーチが短ければ自分がやっぱり有利、はい、そうです、当たります、うん、になりますしね、はいね、はい、一世の背でこう顔を殴り合ってもそうです、ね、はい、当たるのはリーチが長い方が当たるもんね、はい、そうです。でも東洋大学にはじゃあもう来年決まって行くということで、はい、一人暮らしも経験を、そうです、寮生活、ね、寮生活になるんだ、はい、でもなんか芯がしっかりしそうなので、そうよね、はい、ブレない感じで、うん、そのまま、なんか本当になんか、うん、先がか楽しみだなっていう感じだよね、はあはあ、うん、え、今はじゃあその、まあ、自分のところのですね家のジム、はいはい、あと他にこう公開練習とか、はい、土曜日と日曜日に大分工業に練習に行かせてもらってます、はい、大分工業高校ですね、はい、はあ、大分市の男子相手にするわけ、はい、あ、そうです、うわすごいねやってるんですね、はい、なんか近々の試合っていうのがまたあるそうなんですけども、はい、それにやっぱりこう目指して、はい、はい、そうです。今度何があるんですか。全日本女子選手権が滋賀県であります。全日本女子選手権、はい、こちらはどういう大会になるんですか。は、うん、全国の、はい、もう女子決定戦を、決定戦、はい、もうこれは最後ですかね、高校。そうです、はい、高校最後の、はい、高校生しか出ないの。そうです、高校生だけです。じゃあもうあのいろんな人が出るわけではないわけですね、はい、ってことは結構当たった人も、あ、います、います、はい、ちょっとこの前負けましたよね。はい負けましたそ あの勝った選手もいらっしゃるということですかね。その方そうですね、階級によってはいると思います。はい、なんかこうここをちょっと修正してっていうのありますか。今回負けた敗因が、はい、やっぱりあの練習の時は、うん、私こう前足をいろいろ変えたりするんですよ、はい、やっぱり前足ってこうみんな同じ足でずっとやるんですけど、はい、私こうスイッチして、はい、サウスポーになったりオーソドックスになったりするんですよ。それは相当難しそうですね、はい、でも練習の時はできるんですけど、はい、やっぱ試合になると緊張してできないんで、そこをもっと、あ、緊張しいなんだ。緊張しいです。今なんか、え、これ初ラジオではない。初ラジオです。初ラジオなんです、ね、緊張してないからやっぱり、うん、心臓強いかなと思った。いやいやいや、いつも歯が痒くなるんですよ。歯が痒くなったりとかしたらどうやって歯の痒み止めるんですか。もう我慢します。我慢我慢で。ええー。まあでもリングまで上がればもう全然。はい。いやでもやっぱりそのやっぱりリズムが変わり
変わったりとかされると、はいはい、相手はそれがじゃあ冷静にできたら、はいはい、リコちゃん結構有利に展開できますよね。もうやりにくいっていつも練習の時言われるんで、でも試合やったらすごいもう硬くなっちゃってできないんで、そこをやっぱり全日本の時は改善して頑張りたいと思います。日にちが12月日にちが18日から22日までです。いやちょっとこれはですね、はあ、見たいよね。見たいし、ね、応援しよう、はあ、応援したいです。これ公開ではないんですか？あ、公開です。公開、はい、なんかあのネットで見れるとかはないんですか？あ、見れると思います。見れる、はい、あ、これはちょっとぜひです ね、ネットで見ながら応援したいと思います、はいはい、皆さんもぜひね、はあ、リコちゃんを応援してやってほしいなというふうに思います。これからちょっと見守りたい宇佐の逸材、ね、お長いの星本当にね、はあ、これから先どん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 オリンピックまで行ってくれると本当嬉しいよね、うん、はい、もう長いからオリンピック選手が出るなんて、はい、この番組続けていきましょう、はい、また呼んでね、はいはい、報告聞きたいと思います。そうだよ、ね、オリンピック出たらまた、はい、あのなんか 金メダル持って、はい、来ます、ここに来て、はい、うん、かっこいい、うん、これカリッとかやってなんか相当文句があ怒られますよはい、まずは12月18日の全日本女子選手権ね、うん、優勝向けて頑張ってください、はい、ありがとうございます、はい、今日は宇佐高校3年生の山田理子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも。みんな主役の人生、よし総合鉄鋼株、ワクワクしながらやればきっと楽しい。若い女性のための創作童話、僕のアメリカ漫遊記第一章、旅立ち、その51。もう少し飲んでいってとママが部長に耳打ち。ここでさらに1時間も延長したら女房から家に入れてもらえなくなるので、僕はすかさずチェックしてとボーイに言う。ボーイはママにチェックでいいですかと尋ね、ママは部長に寂しいわとすがるような目を向ける。すると部長は僕にもう少しだけ飲んでいくかと話を振る。僕がボーイを見て、ボーイがママを見て、ママは部長を見て、部長は僕を見てる。四すくみ状態で一瞬だけ時間が止まる。しかし僕はここでのもう少しは確実にもう少しでは終わらないということを知っている。このような状態を打破する方法は、まず自分が目線を変えることだ。ボーイから目線を外し、部長にそれを移して、もう帰りましょうと言って腰を上げると、部長も名残惜しそうにタバコを胸の内ポケットにしまう。それを合図に止まっていた時間が動き出す。ボーイはレジに向かって歩き出し、ママはクローゼットに向かい、女の子たちは灰皿やグラスを片付け始める。部長が支払いをしている間にテーブルは片付き、女の子たちはそれぞれ上着を持ちドアの前に並んでいる。流れるような動きに僕は感心しながら店を出るのだった。はいね、よー見てますな、チョコの店でもこんな風だよね。まさにそうですよ ね、うん、ね、まあね、はい、どっちかというとママはもう少しいたらもう少しお金落としてもらえるかなと思って言うんだろうけども、なんか こういう四すくみ状態のことって、うん、お店でやってたらよくない？もうよくあることです。もう誰かが必ずいやもう帰りましょうって言いながら本当にタバコを直しますからね。もうタバコを直した途端にああもう切り替えようとね、気持ちはね、そうそうそう、うん、もうタバコを引き出したりしません。だからもう急に動き始めるんだよ、みんながね動き出しますね。はい、まあ、そういう状況を書いてます。これもヨッシーの話ですよくある話です、はい、いやいや面白い、はい、はい、キロワ総合鉄鋼カー、会社は明るく社長は男、キロワ総合鉄鋼カー、最新社屋は斬新、キロワ総合鉄鋼買う、作る喜び男の仕事、可愛い女性も活躍中、キロワ総合鉄鋼買う、さあ一緒に働こう。ワクワクしてる？
はい、リコちゃん帰ってきました、はい、かわいいよね、はい、本当にね、はい、お長いの星なんで頑張ってほしいよね、はい、もう本当に最後オリンピックまでずっと彼女のなんか将来なんか一本道みたいな気がしますんで、いやでも揺るがない感じで ね揺れない感じが本当に実践出てますね。ほんでオリンピックとか言ったらテレビにな引っ張りだこになってなんかキャスターかなんかやってるかもしれませんね、あれそう、花もあるし、うん、はい、ね、美人だし可愛いし、はい、本当になんかいろんな将来考えたら本当になんか明るくなりますよね。そうですね、あと10年も経ったらあのリコ俺の番組出てくれたんだよみたいな話をなんか、はい、お茶飲みながらやってるかもしれないね。いやそうですね本当にキラキラしてるから応援していきたいですね。そうですね、はい、はい、ということで今、言ってるのは、10月1日の月初の朝礼の時にどんな話したかということを今、はい、振り返っておりまして、先週は高橋さんの政策ってこんな風だったんで僕応援しましたよねっていう話だったんです。じゃあ石破さんの政策って何だったんだっていう話を今日しないといけないんですけども、電気ガスガソリンとかで、まあ補助金を使って、まあ、少し値引きさせました、まあ、選挙を睨んでのことで岸田さんがやったことなんですけども、まあ、基本的には石破さん同じ路線を歩むようです。で、電気ガス補助金にいくら去年、まあ、日本国が使ったかというと11兆円使ったんですよね。11兆円のお金を使いながら、でみんなにこうそれをばらまいたけども、だったらそれで税収が上がるなんていうことがあるわけがないじゃない、ばらまいただけですから、みんな余ったお金はタンス預金になっちゃっただけなんで、全然こうそれで税収が上がる方法ではないわけですよ。だから高橋さんの方、同じ11兆でも高橋さんの方法で初期投資だけをやります。そうすると、いつか税収としてそれが返ってきますよねっていうのと大きく、そこが経済対策大きく違うっていうのが、まあ、一つ押さえておかないといけないことなんじゃないかなっていうふうに思いますし、政府の仕事って何かっていうとお金の再分配なんですよね。国民税金とか、まあ、いろんな名目で集めたお金をどのように分配していくかっていうのが政府の大事なお仕事の一つなんですけども、まあ、石破さん財政健全化っていう、まあ、マネタリーバランスのことばっかり言ってますんで、そうすると1年間で使えるお金ってもう限られちゃうんで、そうするとなんか税収を上げるような方法にそのお金って使えなくて、まあ今やっているようなこうばらまきだけで終わってしまうような気がします、はい、うん、ちょっといろいろ能登の問題もいろいろあって、はい、使わなきゃいけないところにお金を払ってたら、財政健全化を言ってる限りは基本的には景気に刺激策が何も打てないような気がしてて、はい、まあ、そういった意味でなんか石破さん大丈夫かなということで、その途端に石破さんが逆転勝利した瞬間に円ドル146円から142円までいっぺんに4円20銭も下がったっていう、そういうこともそういうことを背景にして起きたことなんで、考えれば考えるほど大丈夫かな日本って、僕はそんな気がしてしょうがないんですよね。まあ選挙の結果どうなっていくか分かりませんけども、ぜひ日本が日本丸でいい操縦してほしいな、船長である石破さんにいい操縦してほしいなって、そういうふうに思います。はい、今週もお聞きいただきありがとうございました。お相手は吉井清松、そしてじゃここと佐々木久子でした。せーの、いいね。